ショーン・エリオットはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手、アリゾナ州通村出身、NBA のサンアントニオスパーズに在籍した。1988年、スティーブ・カーと共にアリゾナ大学を初のファイナル4に導いた後、1989年のドラフトで1巡目にサンアントニオスパーズに選択される。 デトロイトピストンズの一員であった1993年から1994年のシーズンを除き、エリオットはその選手生命のすべてをスパーズで過ごした。2001年に引退している。1999年にスパーズの一員として優勝を経験した後に腎臓の病気にかかっていることを公表し、腎臓移植を受けた。 1999年8月と2000年3月13日に手術を受け、手術は成功に終わった。チームに復帰し、NBA 史上初めて腎臓移植後に復帰した選手になった。通算成績は1試合あたり14.2得点、4.3リバウンド、2.6アシストであった。1992年12月18日の対、ダラスマーベリックス戦で、 一試合41得点の個人記録を出している。2004年現在、エリオットは ABC スポーツと ESPN のバスケットボール解説者である。ありがとうございます。